準備整いました。俺様の番だ。ああ、私か。サクサクっとな。さてと。断罪します。アタックエフェクト、隣接攻撃を行う。罠にかかったのは誰だい？
ワイの番やな。いくで、あるで。恨まんでな。気合い十分だぜ。遅れんなよマリサ。僕ね、アタックエフェクト。いけるよバハツ。頭を使うのは得意だよ。本気ですか。準備はいいぜ。いけますわね。反撃だ。行きます。遅れんなよマリサ。お、いけそうや。そろそろ行くぞ。ポジ変身。変身する。変身完了。これで本気が出せます。アタックエフェクト。リミットアタック。本気を見せましょう。コンティニュー。まだまだいきますよ。アタックコンプリート。お別れですね。死をもって償え。本気を見せてやろう。トラップエフェクト。降りてきたぞ。一生懸命やります。キュイ、準備万端ですわ。準備はいいぜ。遅れんなよマリサ。気合い十分だぜ。いけるよバハツ。
一生懸命やります。遅れんなよマリサ。僕ですね。使ってください。キュイ、準備万端ですわ。準備はいいぜ。いけるんじゃないかな。お、いけそうや。足は引っ張りません。限りますわ。断罪します。皆さん、準備はいいぜ。マジカルエフェクト、炎だ。偉大なる魔法、本気を見せてやろう。アタックエフェクト、待ちかないよ。マジカルエフェクト、行こう。遅れんなよマリサ。マリサ行くで。一瞬前のワイトはちゃうで。アタックエフェクト始めよう。まだまだだよ。いや、おりゃ、一生懸命やります。登場ですわ。泡となりなさい。気合十分だぜ。本気を見せてやろう。僕ですね。アタックエフェクト、やったるで。
ようこそ。何になさいますか？またのご来店をお待ち。いらっしゃいませ。何と何を混ぜますか？おめでとうございます。ようこそ。またのご来店をお待ちしています。つまりはその宿敵の隣人こそが我が輩が教員の時の教え子の父親であり、板前時代の伏線を意外な形で回収したわけである。そう、答えはすべて車輪の中に最初から仕込まれていたというわけよ。若おかみの推理の通りにな。それで事件は解決に向かうと思った矢先、海の向こうから一通の便りが届いたのだ。真犯人はボブだと。話が長えよ。長くて無駄に複雑だからわけわからん。もう大半のやつは飽きて死にかけてんぞ。眠ろうとするとわざわざ近くに来て語りかけてくる。どうやっても逃げられない。ガルドなんか部屋から飛び出そうとしたのに瞬時に捕まって椅子に縛り付けられたからな。地獄や。もういっそのこと楽にしてくれ。掃除、ピピンの長話を止めて。不可能です。こればかりはお役に立てません。ピピンは話をするのが大好きなので。大好きなのでじゃねえよ。かっかっか。みんなも十分楽しんでくれたようだ。ではそろそろ終わるか。本題に入ろうかの。ふざけんな。まだ本題じゃなかったのかよ。慌てない慌てない。で本題だ。アポロネスよ、トルファで見聞きしたことを我が輩たちに話してはくれないか。急にまともになった。あ、だが助かったぜ。そういう話なら聞ける。アポロネスは四天王だった男だ。新情報も期待できんじゃねえか。わかった。では私が知っていることを話そう。マスターと呼ばれる男、その存在はすでに知っているのだな。ああ、リンネから聞いた。その男が全ての中心にいるってこともな。その通り。あの男がドルファに現れた日から全てが変わったんだ。信じられないほどの知識で、あっという間にドルファの欠陥品を名器へと作り変えていったのをはじめ、バーナードや花形と結託し、見たこともないような装置を開発していった。リンネの兄を妖精へと変えた人造妖精開発装置などもな。奴らは手段を選んでいない。少しでも適合率の高そうな被験者がいれば、それが年端もいかぬ子供だとしても、本人が望む望まない関係なく実験を行っている。外道みてえな商業だな。毎日目まぐるしいスピードでドルファの技術は向上していった。花形もバーナードもそれを喜んでいたが、あんなのは異常だ。アポローネスさん、その男の顔は見ましたか？いや、いつもフードをかぶっていて顔は確認できなかったんです。正体はつかめずですね。正体か。強いて言うならアルレルト並みの知識を持った男だ。そのレトルトなんちゃらって名前、なんか前にも聞いたな。
古代に実在したと言われている天才科学者ですよ。知恵の回廊や逆さまの円筒、天への木座橋、もともと天へ伸びる巨大なエレベーターだったといいます。それらの完成は彼の功績あってのことだと伝わっていますね。人を空へ、より広いところへ、より豊かな暮らしへと押し上げたい、そのような考えを持っていたそうです。ああ、思い出してきたぞ。確か絵本にもなっていたよな。あれ？でも本の中では悪人だったよな。兵器かなんかを作って世界を滅ぼしかけたんじゃなかったか。女神と邪神の戦いの最中、彼は女神に力を貸そうと己の兵器で邪神を攻撃したのです。その効果は凄まじく、さすがに邪神もただでは済まなかったようです。ただし兵器は邪神を傷つけただけでなく、斜線上にあった都市をも消滅させてしまいましたけれど。うわ、最悪。彼が行ったことは決して許されることではありません。ですが女神の力となり人々を救いたいと願った気持ちは本物だったのかもしれませんよ。もしそうならば、彼を悪人と断ずるのも早計かもしれませんね。変わったな、シャルマ。昔は悪は即切り捨てるだったのよ。そうかもしれませんね。とにかく目的は分かりませんが、アルレルト並みの頭脳を持った人物がドルファで暗躍しているということです。でもなんつうか、新しい情報が分かったって感じでもねえな。ならばドルファの計画について話そう。奴らは邪神を蘇らせようとしている。知ってる。なんとなくみんなで予想してた。まあほら、フューリーを集めてるわけだからね、簡単に予想できるというか。ならばこれならどうだ。ドルファは人造フェンサーを量産して軍備強化を図っている。それも逆算すれば簡単に予想できますね。アポローネス、なんかかわいそう。面目ない。じゃあお開きで。いい加減話をするのも聞くのも飽きてきたぜ。そろそろロロのところに顔でも見せっか。なんか新しい情報が入ってるかもしれねえし。どうした、シャルマン。昔の僕ならアポローネスさんが降伏した時に殺していた。でも今はこうして仲間として迎え、共にドルファと戦う同志になっている。大きな変化だな。ああ、覚悟が変わったんだと思う。殺す覚悟ではなく、共に歩もうとする覚悟を決めるように。僕のこの変化はいい変化なんだろうか。少なくとも現時点においてはプラスの方向に働いていると判断する。うん、僕の同意見だよ。以上が今期の収支報告になります。もはやどの企業もドルファにはかなうまい。いや、これほどの成長を遂げたのなら列強国とさえ対等のテーブルにつくこともできる。すべてはあのお方のおかげだな。はい、花形社長。だがこうなってくると、我が社の今後の方針をどうするか再考が必要かもしれんな。当初の計画通り、各地に散らばるフューリーを集め
邪神を復活させ世界を支配する力をドルファが得る。しかし世界を牛耳る力ならば邪神の力を借りずともすでに我らの手中にあるではないか。ドルファはすでにヒューリーもフェンサーも妖精もこの手で作り出せるのだ。確かにそうかもしれません。ですがどの道も捨てずに進めるのが良策かと。今のドルファには予算も人材も惜しむ必要などないのですから。確かにそうだな。では今後もバーナード、お前に任せるぞ。は。思慮の浅い男だ。ドルファは力など持っていない。人造フェンサー開発装置などにしても肝心なところは全てあの方に握られているではないか。ブラックボックスを解明できない限り手綱はあの方に握られたまま。もしあの方が去りでもしたら我らに装置を制御することは不可能だ。だからこそ邪神の復活も並行して進めねばならん。ドルファなどどうでもいい。だが邪神にせよ装置にせよ何とかしてその力をこの手中に収める。今は目の前の問題を片付けていくとしよう。焦ることはない。機は必ずやってくる。マリアのか、入る。要件は？アポローネスが裏切った。追って殺せ。アポローネスが？しかし殺す必要があるのですか？彼が持っている情報なんてたかが知れているでしょうに。私も同様、肝心なことは何も知らされていませんが。殺せドルファ。私を裏切った者に命はない。お前もよく覚えておくのだな。かしこまりました。ザンクも最近はドルファに顔を見せていない。パイガは怯えきって考えること自体を放棄してしまっている。そしてアポローネス、まさかあなたがドルファを去るなんて。正直に言えば私も今のドルファにいい感情は抱いてない。むしろ恐怖を感じることもある。それでもあの子たちのためなら私は地獄に落ちても構わないわ。おっと。そうね、ありがとうございます。ん？そうですね。どうしたの？いいわね。そうですね。どうされました？そうですね。そうね。ちょっと。わかりました。ん？そうね。ほら。おっと。はあ。何？
そうですね。はあ、マリサ。なんだとこれ。そうね、そうだわ。よっしゃ、わかりました。わかったわ。ああ、へえ。おい、鍛錬か。そうだね。なおい、へえ。どうしたの。あ、そうだね。いいな。これは興味深い。おい、はい。へえ、そうだ。そうだね。いや、そんな。これは興味深い。そうだ。そうだね。おい、ねえ、そんな。これは興味深い。いいな。そうだな。なすまない。すまない。ほう、ふん。セグロ。そうか、わかった。そうか。ガルガル、すまない。これを。いいな。そうだな。すまない。そんな。ふん、はあ、そうだわ。うわあ、
よう。どうした？ほう。どうした？そうだな。そうだな。そうか。ほう。わかった。そうだな。ほら。おい。そうだな。そうだな。おい。ほら。感謝する。ファング君にガルド君、こんなところで鼻の下を伸ばしてみっともないですよ。いや、ガルドのやつがグラビア雑誌を持ってきたんだけどな。これがまたすげえのよ。グラビアだと？アンさんらも一緒にどうや。男同士親睦を深めようや。そんなもので深める親睦は遠慮しておきます。グラビアなど眺めていても不毛なだけですし。その通りだ。まったく、そんなものを読むくらいなら実際に恋人を作ればいいじゃないですか、うん、くぅ、これやから色男は作ろうと思って作れたら苦労はせえへん。グラビアに頼る俺たちの気持ちはモテ男には永遠に分かんねえだろうな。どうしてそう卑屈になるんですか。そもそもそういった読み物は共有スペースで読まない方がいいですよ。女性陣が見たら不快に感じるかもしれません。楽しむのならご自分の部屋でどうぞ。そうしたいんだけどよ、部屋で読んでるとアリンがうるせえんだ。不潔だとかどうとか。ワイのところは逆にマリサが温かい目で見守ってくるのがいたたまれんくて。それは確かに。てかおい、アポローネス、お前さっきからずっと目そらして黙ったままじゃねえか。欲にまみれた会話に参加する気はない。んな大げさな。こんなん男なら普通やろ。自分は欲とは無縁ですみたいな顔しよって。剣の道にそのようなものは不要とか言うて、アンさんよっぽど意識しとるやん。グラビアが目に入らんようにずっと目そらしてるし、このむっつり目。私を愚弄する気か。ま、いくら剣が強うても男としてはワイらの方が上っちゅうことやな。貴様、よほど死にたいと見える。な、何剣なんて出しとんねん。危ないやろが。黙れ。貴様の色欲ごと叩き切ってくれる。
ズボンズボン、私のズボンはどこ行ったっけ。あんな、なんというはしたらい姿で。しめた、アポローネスがハーラー姉さんのパンツ姿で固まっとる今のうちに。ああ君たち、私のズボンを見なかったかい。どこかで脱いで置き忘れたみたいなんだが。見てねえけど。僕も見ていません。アポローネス君はどうだい。見ていない。だからそれ以上寄るな。ハーラーさんは相変わらずですね。なんでだろうな、こうも堂々とされるとこっちも何も感じねえというか。ああ、そういえばさっきあっちで脱いだんだったかな。邪魔したね。しかしここまで女性が苦手というのも珍しいですね。全然女に耐性がねえのか。妹はいるか。へえ、お前お兄ちゃんなのか。妹は平気なんだよな。もちろんだ。いつか妹に恋人でもできたらお前荒れそうだよな。恋人だと考えたくもない。妹さんとお付き合いしてますお兄さんとか言われんじゃねえよ。お兄さん殺す。もう危ねえ。今言ったの俺じゃねえって。問答無用。やれやれ、ガルドク戻ってきたんですか。グラビア雑誌を置き忘れてもうたから取りに来たんや。あんないたずらなどしなければよかったのに。ま、たまにはからかったってええやろ。えい、おとなしくしろ。私をお兄さんなどと呼んだことを後悔させてくれる。だから俺じゃねえっつってんだろ。ちくしょう。お、あそこ窓開けっぱなしじゃねえか。しゃあね、閉めといてやるか。外からなんか音は。ああ、なるほど。よっ、素振りか。精が出るな。ファングか。にしても毎日毎日よくやるぜ。剣の道は一日にしてならない。日々の鍛錬の積み重ねこそが重要なのだ。はあ、俺には真似できそうにねえな。一日で飽きちまう自信があるぜ。そうだろうな。お前さらっと失礼だな。いや、本当のことだから別にいいけど。いつまでそこにいるつもりだ。見ていて楽しいものでもないだろう。いや、暇だからなんとなく。物好きな。暇さえあれば鍛錬してるやつに言われたかねえよ。お前もどこまで強くなれば気が済むんだか。強さには果てがない。果てとは人の心が勝手に作り出す幻影に過ぎないのだ。そのような幻影に惑わされて歩みを止めるなど愚の極み。故に私が歩みを止めることはない。幻影ね。話し相手なら他を渡る。私は忙しい。なあ、お前は十分強いと思うぜ。人
人の話を聞いているのか。まあいいじゃねえか。お前がそこまで強さを極める理由ってなんだ。理由か。あ、分かった。俺より強いやつに会いに行くとか脳筋的な理由か。そうだな。一時はそのように思っていた時期もあった。え、マジかよ。冗談だった。はじめは金のためだった。妹を養うには金がいる。だが私には教養もなければ愛想もない。そんな私が金を稼ぐ方法など限られていた。犯罪に手を染めるか強くなるか。だから私は強くなる道を選んだ。そして妹のためにドルファに入った。なら妹様様だな。なんだってお前がこうして俺たちに手を貸してくれてんのは巡り巡って妹のおかげなんだから。ああ、人生とは何がどうなるかわからぬものだ。初めて貴様と会った時はよもや仲間になるとは想像すらしなかった。軽薄でいい加減そうな男としか思っていなかったというのに。おいこら。冗談だ。本気だったろ。しかし私は未熟だった。最初こそ妹のためだったが、強さを求めるあまりいつしか己のために剣を振るうようになっていた。もしもあのままでいれば私はいずれ道を踏み誤ってしまっていただろう。だがそなたたちに出会ったおかげで再び誰かのために力を使うことを思い出せた。感謝している。改まって言われるとこそばゆいぜ。でもま、悪い気はしねえな。貴様はつくづく不思議な男だな。敵味方関係なくいつの間にか懐に入れてしまう。天性のリーダーというのだろうか。まったく人間とは見た目では判断できぬな。褒めてくれんのはいいけど、ちょいちょいけなすのは何なんだ。これからもよろしく頼むという意味だ。だったら最初から素直にそう言えっての、バーガ。ようこそ、またのご、ようこそ。何になさいますか。またのご来店をお待ちして。お、ロロ。毎度、お兄ちゃん。今日はどんな商品をお探し。今あるのはね、タコイカサバ焼き器でしょ。あとは包丁一体型まな板、自爆機能付きの炊飯器もあるよ。なんかどれもイマイチな商品だな。仕方ないでしょ。ドルファの人気商品は入手自体が困難だし、昔のガラクタ商品しか残ってないんだもん。それを俺に売ろうとすんな。ああ、フューリンの情報あるか。暗黒の岩洞にあるってさ。うっ、金を払う前に教えてくれただと。こんな情報に価値なんてないもん。私のフューリーの情報、古いみたいだから。ああ、まだふてくされてるのね。どうせ言っても無駄だと思うよ。ドルファのフェンサーに先越されてるよ。先を越されるのは別にロロのせいじゃないだろう。だからそんなふてくされんなって。お客さんがみんなお兄ちゃんくらい理解のある人ならいいんだけどさ。この、ああ、無駄足かもしれんが、それでもいい。他に情報もねえしな。そっか、じゃあ気をつけてね。ドルファのフェンサーと鉢合わせてやられちゃったっていう話もちらほら聞くから。ああ、ありがとうよ。
悪い。ねえ。へえ。そうだね。いいえ。そうね。へえ。ねえ。そうだね。へえ。そうなんだ。そうか。ちょっと。そうだな。そうね。わかった。そうですね。よう。ねえ。そうですね。ふん。あの。どうした？うん。